真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を満たす者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせればなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めるとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合い者の糸を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶ。故に今日は我が先を行こう。場合を分ける。しかも己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に。囚われることはあるまい。ここにおれ。されど修行を終えてないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、どうすればよいでしょうか。父上が悪と案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのですか。こちらへ。先生は今の動きも稽古を立つこと。
ことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょう。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何で言ったら分かるんだい。これは売り物じゃねえ。お前一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの肉を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。拙者は、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎました。毎日おめえの家が大変だよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬ。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで待ってんのさ。間違いねえ。早道を通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎを。お許しくだされ。何もとはおりません。拙者どもは、ただ。さっさと出て行く。また振られちまったよ。今度は何だってんだ。これはあいつに言ったんだ。わしの番じゃ。勝負事は相手よりも今日ついてねえな。ここは一応先生がいらっしゃるところに違いありません。
逃げろ。それがゆえに父上はあれほど人気接種は払えませんよ。先生を見つければ小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。やる。一体何が望みでこんなことをしておるのだ。高水な物の符は誰だ。知って手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手届きを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。喉をかっきれ。
様は守り神様の化身か何かでございますか。くらしけない、色気さん。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。命乞いするなら誰も飲めん。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることで、拙者を相方が無事であればよいが。腕が、ってこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大切な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ね。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。死ね。そっちだけだぞ。最後じゃ。
何か先生はご師範様はわしらを守るためにかた中、土地派もいかぬ小僧の手に我が折々をさらし、我が我が父を討ち取り時よりも、あえ刀さばきを見せてみよう。切ろうとは武士の風上にも置けない。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。先生の
様を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門に助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家のものは。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。